これマジで iPhone ダメだわこれマジで iPhone やばいわいよいよ本当に終わったかもしんね何回も落ちるミロヤじゃねえよねえラスト10分になると切れるねダメだねミロヤじゃねえよバレてんじゃねえかよ <laughs> キツネ枠じゃねえからねえや <laughs> お前言い換えにしろよてめえ <laughs> ねえやこの野郎 <laughs> ゆうこさんはどつきつねじゃねえよお前お前のいじりだっていうのバレたじゃねえか <laughs> お前そういうところが甘いんだよねえやてめえいい加減にしろよお前正面お前どんだけ持ってんだよサムネ、うん、お前せこいわってなんだよお前お前のお前の正面からの写真の方がせこいわ <laughs> としょうもねえな本当にふざけんなつって ふざけんな、だね、うん。お前がふざけんなだわ。嘘だよ。ねえ、え本当可愛いよ。可愛いよ。送ったから、見ろ <laughs> はいはい。うん、いや、まじで、本当ぶっ殺すぞ、お前、本当に。 あもうこいつほんと最悪だわもうぶっ殺すぞマジでねえやもうほんとに最悪こいつ何送ってきたかっつったら千葉アンナのグロ画像送ってきやがったマジでこいつほんと殺して <laughs> DM 開いたら千葉アンナのグロ画像だよお前ふざけんなよもう汚ねえなマジでおいしょりんはどつうわブラクラだわブラクラ お前ふざけんなよマジでほんと千葉アンナの画像を送ってきやがったほんと最悪最悪うん何人から来たえー、一人からしか来てないよ最悪だわほ、うんとにまあそうかわいいちゃんと顔が整ってるからブスっていじれるんだよ 本当にブスだったらブスって言ったら本当にアンチになるだけだからこれは俺と姉あの信頼関係があるからできるコンビネーションギャグだからねうんへ下手なリスナーさんと下手な配信者がやると関係が崩れるんだよわかる姉やがちゃんと可愛い,いからできるコンビネーションギャグだから、うん、いや,いや今の気持ちふざけてないちょっとじゃあ見てみろよ まつエクステをつけすぎててすごいことになってるから <laughs> まつえくにいくらかけてんだっていう感じだね、はい、もう終わりまつげエクステが半端だなっほんと鉛筆のるねまつえくで。 はいおはよう猫の目おはよう。 ギャル率高いですね鮫島さんのリスナーギャル率高いかなうちのリスナーさんはね何だろうあのー、素朴な感じのうちの純粋なリスナーは素朴な感じの子が多いねなんかこう清純派だね和道は和道リスナーは清純派美人が多い黒髪率高いね黒髪率 残念なながら全員ババアなんだけど、ね、若い時可愛かっただろうなっていう綺麗だっただろうなまあ今でも綺麗なんだけどねババア率が高いババア率愛すべきババアたちだから、うんうん、いいよもうお前の DM もういいよいいよ 清純派が多いうちのリスナーさんは正直言うと長く居つく人は青春派美人でおとなしい感じの人が多いんだよねわかるおとなしめなんだよねあのイケイケ陽キャじゃない陰キャなんだよね陰キャ でも綺麗な人多いよ綺麗、うん、な人多いよ、うん、ありがとうバカありがとう、うん、渋谷のハロウィンバカ騒ぎどう思いますかっつうかなんだろう俺あいつら大っ嫌い <laughs> 心の底から嫌いあの みんながやってるから俺もやろううんとあれ知ってるあの商店街の売り上げ3分の1になった経済効果あるからとか言ってるやつ嘘経済効果下がってる商店街迷惑してるゴミだらけになるバカ騒ぎして犯罪者あんなね何もない奴らが何かあるように振る舞ってるっていうのが俺大っ嫌いなんだよ、うん、みんながやってるから俺もやろう 何も持ってないやつ。何かを一生懸命表現してるやつとか一生懸命何かをやってるやつ。あんなことやらないよ。ハロウィーンつうのは子供たちのためのイベントなんだよ。キリスト教徒のためのイベントなんだよ。いい歳とした。大人がね。仮装してね。バカ騒ぎする場所じゃね。えんだよ。ルールとマナー守れよっていう、うん。俺はあいつらが敵だから。 ハロウィンでバカ騒ぎするやつら俺は大っ嫌いだよ俺を苦しめてんのもあいつらだよいつも、うん、俺はあいつらみたいには絶対ならないから俺の敵だよあいつら全員、うん、それが俺の正直なハロウィンの感想あんなのあんなのは文化でも何でもねえし認めねえかな俺は、うん認めない、うんうん、俺は認めない俺は認めないあんなのは あんなのただ迷惑かけてバカ騒ぎしてるだけだよもう DM めんどくせえな最後ねねえやネタ引っ張ると腐るからね最後ねよいしょ <laughs> <laughs> 旦那めっちゃいいやつじゃん 旦那好きだわ俺旦那絶対いいやつじゃん大事にしろよ旦那絶対いいやつじゃん正直言うよイケメンではないけどめっちゃくちゃ性格いいのが顔に出てるし絶対ねえやを幸せにしてくれるわいや正直イケメンとは程遠いけどめちゃめちゃ顔性格の良さが顔からにじみ出てるしあの旦那は幸せにしてくれるわ いやめちゃくちゃ性格いいのがにじみ出てるうん性格悪いわけがないもう顔に出てるの超いいやつだと思う旦那さん「ハロウィンバカ騒ぎそう思います和藤さん正論正論かどうかわかんないけど俺は嫌いなんだよああいう何も何もやってないやつらのコンプレックスの塊が要はなんだろうなうん,なんか なんだろううさばらしにしか見えねえよ、うん、いや旦那さんめっちゃいい人だと思う、うん、大事ですなあの旦那さんはねえやを幸せにしてくれるよいい旦那さんだと思う、うんうん、いや顔に出てる人がいいのがあの旦那さんはいい人だと思う俺と真逆 幸せにしてくれるよおおーすげえおす司メーターありがとうございますすごいお寿司20貫ありがとうおー久しぶりかわいい子ちゃんだ僕も来季はダースウェイダーの仮装で出たいいやー俺ハロウィンやだなあいつら何も生み出してねうわーサーモン五貫ありがとう ありがとうかわいい子ちゃんありがとういやこの子はほんと美人なんだよねこの子はマジで美人だと思う俺お寿司アイテムあ買えるよ限定アイテムってやつ銀河の心で受け止めていいよハピネスおいでおいで、うん、いやめっちゃかわいいよこの子は 性格,は性格はあれだけど <laughs> 性格はなんかだからあの可愛い子はすれてるんだよ <laughs> めちゃめちゃ可愛い子なんだけど性格に何があるなんかナンバーワンキャバ嬢みたいな性格だ,、うん、だか可愛いすぎて人を信じられなくなったうんはいよおやすみいやよさん可愛かったよ旦那さんを 旦那さんを大切にしてね、うん、ねえやおやすみ <laughs> あのねセックスはすべてじゃないからあのねセックスだけで女の人を見るって本当に恋愛を楽しめてないよひとすら買ったうんキモいわいやあの旦那さんを俺ねえやいい男を見る目あると思うよ あの旦那さんを大事にした方がいいと思う本当にあの顔が顔に出てるから人の良さが本当に幸せにしてくれるよ分かるもん、うん、旦那さん旦那さんいい人だよ顔に出るから男は女もそうだけどいい旦那さんだよ絶対、うん、パートナーを大事にね パーートナーを大事にてめえ賢い仕事してまあまあかわいいからなえ <laughs> てめえ賢い仕事してまあまあかわいいからな酔っ払ってんのうん賢い仕事してまあまあかわいい、うん、何酔っ払ってんだろお前ありがとうね、うん、いやまあ美人だよあなたは性格にちょっと難がある あれだよ今若いから男選んでるんだろうけどあの今季逃すよ <laughs> そんなことやってると今季逃すよ、うん、相当モテるんだろうけどいい男ちゃんと捕まえなよ仕事に行きます採用特命さんありがとう,うわあ花きたきゃキラお寿司タイムスタートでーすありがとうリリーナット負けありがとう今投げてねお寿司投げてね今だよ今だよ 今だよ。お願いしますよ。あー、誰も投げないパティーンか、これ。ありがとうお寿司お寿司10個ありがとう。今投げて。お寿司今投げてください。お寿司今ボーナスタイムなんで。頼みます。お寿司、お寿司を投げてください。ありがとうお寿司10個ありがとう。すげいお寿司今投げるとボーナスタイムなんで。お寿司ありがとうプリンありがとうプリン握ったの。うん、ありがとうありがとう。 ありがとう穴子ありがとう。今ね、ボーナスタイムでお金がね、増えるんでね。ありがとう !20 個ありがとう !20 個ありがとうおも終回ってるよ。わお !20 個ありがとうボーナスきました納豆巻きありがとうございますお寿司うわあ、すげえ、20個もう1個。ありがとうございますサーモン20巻ありがとうみんな。ボーナスタイム終了。うわあ、すげえ、10個ありがとう お寿司チャイム終了です。ありがとうございます。マイダリーありがとう、みんな。ありがとう。この子はね、めっちゃ美人。わー、花火ありがとう。特命さん、花火ありがとう。どンチキどんンチキ、んンチキ,ンチキいやこの子、本当に可愛い、ねうん。この子は本当に美人だよ。多分、モテると思う。めちゃくちゃモテると思うよ。めちゃくちゃモテると思う。 お寿司そうお寿司はねボーナスポイントがつくんですよこういう限定アイテムは、うん、こうやって 100%, 100にたまるといや誰かは言わないよ誰かは言わないよ、うん、ありがとう上いくらありがとうサンキュー2%で増えたでしょ0%からで100%になるとあのボーナスポイントがつくっていう仕組みのいくらだったね 面白いよね、うんうん、ダメ人間ダメ人間モテる秘訣モテる秘訣教えてあげようかモテる秘訣を教えてあげようかダメ人間ありがとう駒主さんありがとう大丈夫だよ大丈夫だよありがとう、うん、ダメ人間モテる秘訣教えてやろうか ダメ人間聞きたいモテる秘訣知りたいわ、うん、かる女の子は楽しませてくれる男が大好きなんだよそれがだからお笑い芸人はブサイクルモテるんだ、うん、かる自分が楽しもうじゃなくて女の子を楽しませてくれる男の子が好きなの 女の子だからお金が持ってなくても芸人で持てるだろうブサイクでも持てるだろうダメだよ自分が楽しもうじゃなくて女の子を笑わせようという男は持てるよお寿司ボーナスは100%になるとあの1分間ボーナスタイムがつくのだから今4%でしょだからゆっくり溜まってくの いや楽しませるよっていうのはダメだよ DM くださいじゃない勝手に DM は来るもんだから、うん、DM は求めるもんじゃないよ DM は勝手に来るもんだから、うん、分かった女の子は敏感だから 何々をしてくれとかくださいっていうじゃないエスコートするんだよエスコート DM 送りたいなって思わせる男になりな、うん、無理だよ今幸せにできてないのに将来幸せにすることなんかできないよ大手配信者限定アイテム課金の70%が運営側に行くいや半分だようん70%いかないよ 違うエスコートをするかどうかじゃないできてるかできてないかのわかるわかるダメ人間エスコート今後するかしないかなんかどうでもいいの女の子が見てるのは今エスコートできてるかどうかだからで今できてないやつは未来できないのを女の子は知って知ってるから、うん、そう 今のお前しか見てないんだダメ人間女の子は敏感だよ エビありがとうございますエビありがとう可愛い,い子取られたくなくて必死俺にはのんちゃんがいるから、うん、いい男性ってどう見抜くんですかいい男性は世界で一番あなたを愛してくれる女性だよペッキー あこの人って世界で一番私のことを愛してるんだなっていう女の人が間違えちゃうのが世界で一番好きな人を選んじゃうのわかるこれ女の人が間違えることでしょみんなそうでしょ私が一番好きな人を好きになろうつするの違うよ本当に幸せになりたかったらあなたの幸せを一番願ってる人と付き合いすることだよそうそれが恋愛のコツ ペッキーのことを世界で一番愛してくれる男性を見つけるの分かった、うん、私性格がちょっとなんですね和藤さんから見てなんだよ根、ね、荷物な、ね、よ冗談だろう俺とお前の仲だろなんだよ気にしてんのかかわいいとこあんだかわいいとこあんなに、うん、気にしちゃった 傷ついた,気づいた意外とピュアなところあるんだな、うんうん、本音で話せよ本音で強がりだからね多分ね頭がよくてねこの子は学歴もいいんだよ顔がいいだけじゃなくてだからね 弱みを見せられなかったんでで今まで強,強くないと生きられないんでしょ徳明さん。賢いしあのー、多分スポーツもできたり万能型のこの徳明さんは。ET <laughs> 何これ ?ET?、うん、多分ねこの子はね何でもできる子で多分ね あの期待され続けた子のだからね自分をさらけ出す場所がなかっただから人と本音で話せない子の多分俺の予想ね当たってるか当たってないか教えて当たってるは当たってない当たってるか当たってないか教えて俺あのねもうリスナーのコメントで分析するの超得意だから本当に得意なのこの子はだから本音がなかなか言えない子なの多分 多分そうだよ当たってる当たってない匿名さん誰に対してもそうでそれで悩んでるまあうんうこういう人はね年上の男,男性がいいのよ こういう人は年上の男性で全部分かってくれる人要はね多分なんだけど俺ねあのー、なんだろうお兄ちゃんタイプの人が合うと思うの頼れるお兄さん全部分かってくれるお兄さんタイプの人がいいと思う、うん、そうでしょうな完璧主義者なんだよ完璧を求めちゃう。うん、でしょ年下無理でしょう 結構上行きな結構上行きな自分が思っててこれは無理だと思ってるところに一回行ってこな、うん、半端な3個上とか4個上じゃないもう10個上とか行ってこな分かってくれる人いるよ、うん、多分傷つきやすいんだよこの子は繊細なの。 どれさん行こうかなうんいいんじゃないいいんじゃないうん分からないよ恋愛はどれさん行くのあのね彼氏彼女の事情って漫画知ってる特命さん彼氏彼女の事情あのね雪乃と同じタイプ読んだことある彼氏彼女の事情の雪乃 ゆきのなんだよ要は読んだことある漫画読まないかなこの子は読んだことあるユキノだよ。彼氏彼女の事情っていう漫画読んだら分かるよ。読んでこな読んだことあったら分かる。ないか彼氏彼女の事情だよ。あの漫画男の方がやばかったね <laughs>。なんだっけ有馬くん おおいたばばあこんばんはうんいたばばいいらっしゃいいや彼氏彼女の事情はヒリヒリするよね俺あのあの付き合い方最ああ有馬のおかんねあのねすあちょっと延長するねうんアイテムたくさんもらったからちょっと待って、ね、延長しましたあのねあれが最高なんだよあの ね彼氏彼女の事情読んだことある人いる彼氏彼女の事情うんあのね有馬くんとね雪乃が付き合う時泣けるよねわかる、うん、いたばばありがとうサバーありがとう徳明さんサバーありがとういたばばありがとうプリンありがとうねわい,いたばばとすごい得ありがとうプリンありがとういたばばありがとううん いたばばありがとう、たくさん。いたばばありがとう。いたばばどうしたのいい無理しないでね。ありがとね、たくさん。ありがと、ありがと。ういたばばありがと。いたばばあがすごい。いたばばなんでこんないくれるのいたばばありがと。うコメント欄がいたばばで染まるって。いたばばありがと。うありがとね、たくさんね。ありがと。あんまり無理しないで、いたばば。うん。ありがとね。 うん、ほとんど波しか出なかったいや結構出たよ「特に,、えー、に」と「と特に」「特に2つ出たよ」「ありがとうたくさん,、うん」いやーね彼氏彼女の事情のあのね要はねこの匿名さんみたいな女の子なの要は頭が良くて進学校に進んででも本当の天才に出会うの有馬君っていう本当の金持ちの家で本当のスポーツ版のスポあもうが出てくるんだよ。 でその,その男の子に告白をされたらその女の子は「勝った」ってなるの。あいつ俺に惚れてたって私に惚れてたって言って弱みを掴んでやったって要は2番になっちゃったのずっと1番だった学年で可愛いアイドルスポーツも万能ね運動神経万能学歴も万能で私がこの学校で1番だと思ってたら本当の天才であって2番になるんだけど。 でその一番の男の子に告白されるの。「きのちゃんって君のこと好きだから覚えておいて」っつって。でね1ヶ月間泳がすんだよ。1ヶ月間ほったらかすんだけどある日家ではぐうだらなの。家ではジャージしか着てなくてのんちゃんみたいな感じなの。もうなんか脱水格好してもうほほほーみたいな感じなのね。要は学校では猫かぶってるってキャラなの。でその時に家に家 その忘れ物を届けに有馬君が来てくれるの同じクラスだったからその時にその格好を見られるので立場が逆転するのでその時に初めていざこざがあって弱みを握り今度返されるのよ弱みを握り返されてあそれは違うでも面白いから聞いて弱みを握り返されるのねでそっから仲良くなるの生まれて初めて男の子なんだけど何でも話せる親友になるの 要はお互いの秘密を知ってるからでお互いスポーツもできる勉強もできるからどん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 仲良くなるのよ。でその時にユキノちゃんの方が気付くの。あの「この人好きだ」って1ヶ月ぐらい経って好きだって気付くんだけどもう要はなんつうの猫をかぶってた自分の方を好きって言ってくれたんだっていう自意識があるから。 どん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 好きになってくんだけど有馬くん要はプライベートで仲良くなってくんだけど好きになってくんだけどこれはあの時の私を好きって言ってくれたんじゃない今の私なんてダメだってどんどんなってくのよでその時に怒っちゃうのその学校放課後夜残ってその泣き出すのゆきのはもう追いかけないでって言ってんだけど有馬くん追いかけるの。でそのなんていうのかな私のことは 私のことあの時の私が好きだったんでしょうってなるんだけどあの有馬くんはどうそれで喧嘩別れをしちゃうんだけどそうねあの生徒会があるじゃん生徒会の,あのメンバーだったから2人席並んでるんだけどね2人で普通に真面目な話しててもう有馬くんと私はもう友達でも恋人にもなれない友達としても終わったんだってゆきのは思ってたんだけどその時に。 キノがその真面目なその会議の場で顔が真っ赤になるのカーって赤くなるのそしたら有馬くんがキノの,の手を握ってるのでその生徒会の会議の引きの絵で後ろの2人があの会議中に手をつないでるのよ言葉じゃないのでその時のセリフが「この日彼氏彼女になりました」ってめっちゃ素敵じゃないこれ。 めっちゃす切きじゃないこんなのあるこんなのある有馬くんも顔真っ赤雪乃ちゃんも顔真っ赤で告白が手をつなぐの <laughs> ドレは私あんまり加減しないって言ってたけど結構なけ知ってるよ板ババはいろんなとこに投げてんの知ってるよ、うん、俺知ってる知ってるうんあんなやつに投げる気になるからだからねドレさん全然相手も上がんなくなってる だから俺,俺が最近アイテム上がってるからまた悪口言ってたみたいよ。もうねー、嫌なんだよね。俺がアイテム上がるとね、ドレさんね、聞くらしいのよ。なんか俺のこと下に見てるから、なんかやたらライバル視してくんのよ。今日も悪口言ってたの、多分ね、俺の方がアイテム上がってるからだよ、板ババ。嫌だよね。男の嫉妬は見苦しいよね、板ババ。嫌だ、嫌だ。なんか勝手に恨まれるかんね。勝手にライバル視されて。 えどうみんな彼氏彼女の事情の俺グッとくるんだけど絶対読むでしょごめんねネタバレしちゃったねすげえでもねちょっと嫌な話になってくからそこがピーク要は有馬くんと雪のが付き合うのがピークだよね見苦しいよね男のジェラシーはペッキーそうだよねもうそっから結構ドロドロしてくよねあのねそこで読み終えてもいいぐらい彼氏彼女の事情はそこがピーク 俺の中ではもうその先はねちょっとねなんかねへこむなんか <laughs> なんかあそこがピークだったなみたいなあそこで映画が終わってたらよかったのにっていうそうねゆきのちゃんが超かわいいんだよねなんか脱線するよねなんかねよもう超綺麗なラブコメかける人だったの少女漫画に珍しくコメディーもラブコメもちゃんとかける人だったんだけどね結局少女漫画になっちゃった要はなんか 浮気だとか男の取り合いとかなんか三まただとかもうねつまんない恋愛漫画になっちゃうのんかねなんかすげえピュアですげえ純情ですげえ有馬くんと雪乃の心の描写がすごい描かれててすごくいい作品だったんだけど後半になるにつれてただの少女漫画になってくから後半おすすめしないうん有馬くんの闇あそこまではまだいいじゃんダークサイドに行って。 最後のオチはないよな、うん。だんだんちょっとな。まあ俺有馬君の闇はちょっと好きだけど、でも最後の最後は俺は気に入らない。うん、寝ろよ、寝たいよ。うん、うん、あ、最後知らない最後言っていいペッキー。え、っていうか今いる人最後言っていいですか最後。俺が気に入らねえって言ったの。 最後のオチ最悪だよ言っていいえ匿名さん言っていいよオチ徳明さん言っていいかな匿名さんほらこれから読むって言ってるから匿名さん大丈夫ネタバレしてもみんなは大丈夫ね匿名さんにほらプレゼンしたやつだから匿名さん読んでみるといいよっつったやつだから大丈夫かなネタバレいやね匿名さんがさほらこれから読んでくれるのに、うん、大将がねえ どうなのか、うん、大丈夫かな大将もい,いないいああありがとうあのね有馬くんの親友と結婚すんの最悪だろ <laughs> 最悪だろ結局雪のちゃんはあり絵でしょあの金髪の男いたじゃん金髪のチャラ男最悪なんだよもうあいつと結婚すんの ありえないでしょう有馬くんの対局にいる有馬くんの親友と結婚するの俺ねもう超嫌なんだよ絵でしょだから俺はもう途中でやめた方がいいけど途中までは最高の漫画なんだけどやりまんでもないの有馬全否定で終わるんだよなんでかもうね、うん、<laughs> もうね もうだから俺許せないんだよあの終わり方いたたまれないでしょ全否定なのつまり彼氏彼女の事情の前半全否定で終わるのマジなのだから俺はあの手繋いだ時がピークあのねそうなんだよあのねしょるに分かるのあれ女の子のリアルに言ってるんだよね分かるの要はねそれがうまいのよ その女の子は分かるっていうのあのオチの付け方俺は納得できない俺は納得できない女の子は多分それで正解だっていうのよあのあの関係はでしょ多分ね俺そ女の子はあれ現実を選んだっていうかねしょるりはね多分ね雪乃の気持ち分かる派なんだよ俺はね俺はやだ俺はやだ 俺はあの終わり方はね本当に許せないユキの俺の好きだったユキの返せシ <laughs>、うん、トルリンはどうだったのいや彼氏彼女の事情はねしかもねこれ何がいいかっていうとねあのね知らなかったでしょ彼氏彼女のアニメ版は「エヴァンゲリオン」の「アンノ監督」なの。 いやーいいよアニメ版か俺少女漫画読んだことなかったんだけど庵野監督が「エヴァンゲリオン」撮り終わって初めて次の次回作だから見たのすげえよかった「天使の指切り」未だに聴くも、うん「天使の指切り」いいよね「うん、目の前に」 すぎる横顔ときめきが踊り始める、うん、めっちゃ嘘だろうだよ本当うんそうそうそう安野さんだからあのさ俺ん中であの彼氏彼女に出てくるさ雪の下ちっこい女の子出てくるじゃん わかるあれのんちゃんだよね。わ <laughs> かる。あのさちっこいさあの有馬大好きのキャラクターってあれのりこじゃない。多分のりこ若い頃あんな感じだったと思うよ。であのちっちゃい女の子は絶対こじらせると思うの。<laughs> あれ年取ったのりこみたいな感じだ。ゃん。かる有馬くん大好きのちっちゃい女の子いたじゃん。雪のにいたずらする。有馬くんが大好きで大好きでしょうがない。 あれ飲んんちゃうんだよねあれは高校生時代に飲んちゃうんだよわかるあれ多分ねリ子はあんな感じだっ嫉妬深くて不器用でうんあれはリ子だよ、うん、も,うもう依存タイプね、うん、そう長い髪の金髪の新築林のちっちゃい女の子あれは俺リ子タイプだと思う ユキノ好きいやユキノいいよユキノめっちゃいいよあの彼氏彼女の事情読んでね読んだら感想聞かせてで俺の中でおすすめは手をつないで別れてあの手をつないでこの日彼氏彼女になりましたで読み終えてほしいねあそこはマジで本当に最高の最高の恋愛だよねあれすげえいい あんなかっこいいかっこいい図がすげえピュアなのそう付き合うまで付き合うまで何巻かかるんだろう少女漫画って結構付き合うまで早いんだけど彼氏彼女の事情って付き合うまで長えのだからグッとくるの付き合ったらすげえいいよあれ何巻ぐらいかかる付き合うまで長いよねそうあれはいい作品だよ、うん あとは俺は卓球のピンポンアニメのピンポン見てほしいな俺ねピンポン見ると勇気が出るんだよピンポンマジで見てピンポン見たみんな卓球ピンポンアニメ100%番になったらさっきの1分間バーストタイム要はお寿司を投げれば投げるほどそのポイントがプラスされるの、うん、だからああ来た,ー来たーピンポン見た ヒーローケンさん、ヒーローケンさん、お寿司タイム来たよ投げてね今投げてね今投げてねお寿司。今投げるとボーナスするから。ありがとうボーナスありがとうこのボーナスタイム終わったらピンポン語るよ次はピンありがとう今投げてくだボーナスポイント300ポイントありがとうアイテム投げてねお寿司アイテム投げてください皆さん。ありがとうございますありがとうございます 皆さんお寿司投げるなら今あっ板ババありがとうボーナスポイントありがとうエビエビの波ありがとう板ババありがとうありがとうありがとうねありがとうボーナスありがとうカッパ巻きありがとうございますグレートだってえっ70発70発えちょっと待って50発ちょっと待って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 ,待って何これ何これ50発ありがとうカッパ巻き参加ありがとうボーナス卵参加ありがとう50発70発 ありがとうございます皆さんありがとうございますすげえ70発ありがとうございますたくさんありがとうみんなありがとうございますすっげえ爆投げありがとうございますでね俺卓球松本太陽のねすごさよありがとうございますたくさんみさんありがとうね松本太陽は本当の天才だからピンポンみんな見た あの俺のさ飼ってる文章ペコ」って名前でしょ?「ペコ」ねえすごかったねありがとね板ババーもありがとね投げてくれてみんなありがとうあのね「ペコ」って実はのんちゃんがつけたんだけどそのたあのピンポンってあの久保塚洋介が実写でやってるしアニメにもなってるしもともとは「松本太陽」っていう漫画家が原作なんだけど松本太陽は本当の天才だからピンポンアニメ版マジで見て。 ある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 るリリーありがとうね。あリリーねごめん。あのね1分後に投げちゃったからずれちゃった。<laughs> 終了しちゃった。あのね始まったらすぐ投げないとねえ大丈夫だよ大丈夫だよ。リリー気にしないでリリーありがとうね。あの落ち込まないで、うん意味。意味なくないよ。ありがとうね。ちゃんとあの,あのアイテム5あの半分は入ってるからねお金は入ってるからボーナスタイムはプラスアルファされるだけだから大丈夫だよ。うん 待って松本のの話しようぜあのねピンポンもいい話なんだよ。ピンポンのペコっていうのは卓球の天才なの。でもねペコとペコとあのー、なんだっけもう一人僕の血は鉄の味がするって言ったえっ、ー、とね、えー、となんだスマイルスマイルとペコの話なんだけどうん。<laughs> いいよいいよまだキャンペーンやってるから大丈夫だよリリー。うん パソコンに近づいてってっるねねあありがとくまでそうまあ基本的にはペコっていう主人公とスマイルの話なんだけどえっ、ー、とペコは卓球の天才の。であの中,中学校かな中学校の大会だっけな高校生だっけなえっ、ー、と高校生か高校1年生の話なんだけど。 ペコに憧れてスマイルは卓球を始めたのでぺことスマイルがいつも卓球場で練習してもペコが勝つのよ。でスマイルあめえなって言ってるんだけどね実は小学校の頃スマイル卓球やろうぜっつってペコは本当の天才なんだけどあぐらを描いてたの。要は中学で優勝しちゃうぐらいなんだけど全然練習しなくて。でスマイルはヒーローをずっと待ってるのよ。 ヒロ待ってるんだけど実実ははもうペコの実力はとっくに超えてたのだから接待やってたの。でペコはどんどんスランプに入って卓球もうダメになってい今までザコだったやつとかに負け始めてで卓球やめるのよ。だけどその悪魔悪魔っていうやつがその,あの雑コだったんだけど悪魔に負けて卓球やめるんだけどそのもう一回卓球やろうっていうシーンがあるのよ。 そそれマジで最高だからその卓球場小学校の頃から通ってた卓球場にバーッと走っていてペコが「おばばもう一回卓球を教えてくれろ」っていうの泣くぜあれうんればパーセンテージ上がりますねうん、うん、あいいよいいよゆっくりでたくさんアイデアもらったからうんありがとうねいたばば教えてくれてうんあのね俺はね一回挫折した人間が違うんだよ で、スマイルがずっとヒーローを待ってるっていうのはペコのことだったの。で決勝でやり合うんだよ。最高だよ。だから最後の中学3年の日要はギャッチがチに修行した本当のヒーローのペコと要はあのなんてつうのペコが誘い込んだ努力の天才で本当に天才だった2人の天才のスマイルがぶつかるでえっ、ー、とその。 その惰性でやってるペコじゃなくて本当のヒーローのペコが帰ってくる「待たせたなスマイル」って言うんだけど超いいよ「おかえりペコ」っていうめちゃめちゃかっこいいおかえりペコ」って <laughs> そういいよセリフと動きがマジでかっこいいからマジでた俺ね多分ね中学生とか小学生にあのー 中学生の時か小学生の時卓球のピンポン見てたら絶対卓球部入ってたそれくらいかっこいい見てない人は絶対見た方がいい卓球ピンポン松本どっちが勝ったじゃないんだよね <laughs> いいよいいよ誰かと比べてるわけじゃないからうん俺はなんだろう誰かと比べて配信やってないから板場場 要は俺のこと散々ゴミだの勝つだの人格否定しちゃうんだからさ、うん、そうそうそんなことよりも自分のリスナーさんと楽しくトークしないとダメだよ配信者なら自分のリスナーさんに何で俺の悪口言って何の得があるんだよな <laughs> そうそうねセリフがいちいちかっこいいのよ要はねいじめられっ子だったのスマイルは結果を言うとペコは世界大会に出るぐらいの選手になるの でスマイルはヒーローと戦ってスッキリして引退するの、うん、おはようございます、うん、東京大学物語はあんまりだな俺そうすっごいセリフがかっこよくてね超かっこいいヒーローケンさんヒーローケンさん,ヒー,ーンさんヒーローケンさんって言ってそうマジでかっこいいよピンポンはあの YouTube にあの予告があるから予告見たらもう見たいって思うはず アニメ嫌いな人でも見れるから、うん、でおばばのセリフもいいんだよもうおばばはペコのことあ大好きなの選手としてすごいもうすごいのだからペコが頑張るとねあの屋上からねタバコ吸いながらね「愛してるぜペコ」っていう <laughs> そう「おばば俺も愛してんよ」って言って試合に行くんだよ そうそうリアルに卓球やってたらヒーロー検査試合前につぶやいて絶対つぶやくないそう私新入りだからお寿司少しずつうんありがとうありがとうラケットに星書いてえペッキーやってたの実写版のピンポあれのんちゃんちがロケ地だよ <laughs> のりこノリコの家がロケ地なのあれ、うん、あの窪塚洋介の方ね導まさえ指導,え指,導指導なんだっけ指導 なんとかあ,ありがとう特にありがとう得出たね握れありがとうそうやってたんだそうあれはのんちゃんの家だからロケ地は、うん、のんちゃんの家はあの卓球にゆかりがあるの、うん、だからペコなのうちのあの鳥は、うん、そうまずまず中村獅童だ中村獅童と びっくりしたよあれはのんちゃん字だって言うから「何言ってんだろこの人」<laughs> のんちゃん頭おかしいのかなとあれはのりこん字だ、うん、いっぱい来てたてて、うん、おすすめですよあとはやっぱだから俺のリスナーさんに絶対見てほしいのは「あきらエヴァンゲリオンアニメ版」 まあ宮崎ジブリアニメ全部ピンポンうんなんだろうあとはパーフェクトブルーとかかな、うんうん、そう一皿に2パーそういうことそういうこと、うん、すごいよのり子のねおじいさんがその卓球をずーっと支援してた人で結構なんかあのなんか卓球日本卓球なんとかとかから症状来てるんだ パーフェクトブル要はえっ、ー、とねアニメ界で初めてそのサスペンスとかサイコサスペンスみたいなのを初めてやったんだけどいろんな映画に影響を与えてる要は、えーとね、地下アイドルの秋葉原みたいな地下アイドルの文化が走りだった頃本当に地下だった頃 AKB みたいなの,の、えー、とサイコホラーみたいなのを描いた作品です,すっごい天才もう死んじゃったんだよ監督が。 だから「パーフェクトブルー」見たらね逆にね今の生主女生主の怖さがわかるよ女生主が何で減らるのかパーフェクトブルー」に全部書いてある超怖い作品だよその代わりあの結構グロいよレイプシーンとかあの殺害シーンとかがある、うん、うるせえあービューティフル押井守渋いっすね オシイマモル好きなんだ。スカイクローラーとか、俺はね、あの、オシイマモルね、高空機動隊も好きなんだけど、イノセンスとかもで、パトレイバーとかもそうだよね。俺はね、スカイクローラーが好きなの。スカイクローラーがね、オシイマモル大人になったなっていう。オシイマモルっぽくないけど、オシイマモルはスカイクローラーが好きですね。見ました、イタババ、スカイクローラー。うーん。あと、人狼とかか。赤いメガネとか。 うん、炎長しますアイテムたくさんもらったんでスカイクローラーびっくりしますよ教え守る超大人になったしいいっすよ僕スカイクローラーが一番好きなんかね悪い意味じゃなくていい意味で毒が抜けた、うん、なんか大人になったって感じ要はねあの独特のセリフ回しやらなくなったんですよねバーガーありがとう父はありがとう いやーこんなにたくさんアイテムもらって嬉しいなありがとねみんなありがとううわーたくさんいただいて嬉しいすげえなありがとねみんなすげえお寿司350巻やばすげえことになってる、うんうん し護が本当はルパンの第3作を映画版作るはずだった宮崎駿の推奨であ,あそこ仲いいっすねあそこ仲いいっすね、うん、いやし護も天才っすからね僕はやっぱあの高架機動隊ゴース・トインザー・シェル見た時にああこれやばいなって思うやっぱいまだにハリウッドに影響を与えてますからね日本のアニメーターはうんおすしサビ大丈夫だよ <laughs> ありがとねリリー みんなありがとう。うん、なんかねなんかアニメって嫌いな人ねアニメをねアニメじゃないと思って見てほしいんだよね。日本が日本人が作ってる芸術のレベルがこんだけ高いんだっていう。要はねドレさんとかはねファインアートとかポップアートだって言ってバカにしてるの。だけど世界の名だたるハリウッドの監督とか巨匠たちに影響を与えてるんだよ実際に。 だからね、日本が誇る最高の文化だから本当にね「アキラ」とか「エヴァンゲリオン」とかねまあ「ビューティフルドリーマー」も超名作だし宮崎駿」とかね本当にじっくり見てね楽しんでもらいたいすごいよすごいねえダメイン人間すごいでしょ350巻だぜありがてえよいやーすごいよだってこんなにアニメとか漫画とかクールジャパンだよ うん、あそうなんだあきらもかっこいいよなあきら今見てもかっこいいよ今見ても本当にかっこいいよ冒頭の10分引き込まれるよオープニングめちゃめちゃかっこ、うん、<laughs> いいよねあ劇団やってたんだ板たバば知らなかったあそうだったんだ へあっ板パパは演劇やってたんだ俳優さん女優さんだったんだねうんそうだよ10巻で1200円だよ350巻もいただいて本当にありがたいよ、うんね、ディズニーとかのね作品だと俺はね「リトル・マーメイド」とか「ライオン・キング」とかねミュージカルで復活した頃が好きよ「リトル・マーメイド」よくないみんなディズニー見てる あれはねディズニーのアニメ一回ダメになっちゃったのその時に名プロデューサーがいて音楽との融合をやった人だから「アラジン」とか、えーと「リトル・マーメイド」とか「ライオン・キング」とかってミュージカル仕立てになってるでしょ歌がやたら入りながら物語あの3本俺好きなのディズニーもね一回ガーってウォルト・ディズニーがいたところをガーていって,ってで中盤ダメになってそっから復活していくんだよね うん、あれが好きだね「リトル・マーメイド」「アンダー・ザ・シー」って歌うが好きだね「アンダー・ザ・シー」って、うん、アラジンとかもよく見たな、うん、いいよね33歳で熱くアニメ語るってもう終わってるよね <laughs>、うん、アニメ大好きなんだよね アニメは絶対見た方がいいよたくさんある名作が <laughs> 花火より儲かるな儲かるって何なんだろうなダメ人間な、うん、なんかあれだなみんなと楽しく過ごしたいよ純粋に。 純粋に「リリちゃん回転寿司回そうか?」えリリちゃん回回転寿司そうかってどうした特命さん、うん、あないリ,リちゃんのために回転寿司回そうかって言ってくれんの特命さん、うん、アニメはいいよリリちゃん、うんうん、明日に撮っておこうよ明日に撮っておこうよ 明日みんなで集まるっていう約束しようよ。それでよくない。うん、リリちゃん。ねえ、匿名さん。みんなで明日また集まってさ、気が向いたらでよくない明日会う口実になるじゃん。うん。それでよくない?うん。いいよ、今日たくさんいただいたから。お腹いっぱいだよ、俺。うん、明日また集まる口実にとっておこうよ。ねえ。今日はもうアイテムいいよ。 ありがとうみんな分かんない <laughs> 明日の朝リリちゃんが来るの朝方だし匿名さんが来るのも朝方だから朝方必ずえっ、ー、と明日は予定ないなうん明日の朝方やろうよね明日またみんなで会おうよ明日もイベントやってるよね多分お寿司のイベントが終わっちゃうとない、うん、リリちゃんが集まるのもこの匿名さんが集まるのも大体朝4時前後でしょ だからその辺で配信やってればさまたみんな集まってきて楽しくなるよあ7日までだじゃあまた大丈夫だよ、うん、持ち越せる持ち越せる7日までだいたばばあ,ありがとう教えてくれて朝方メンバーで楽しもうぜ、うん、明日は花火の気分なの <laughs> じゃあ回しちゃおうぜじゃあ回しちゃおうぜ今でしょじゃあ明日花火の気分だ今日お寿司行っちゃおうぜ行っちゃおうぜ 明日は花火の日ね。オッケーじゃあ、回そうぜ。じゃあ、お願いします。皆さん。お願いします。うん、もう、バチバチいっちゃいましょう。もう、納豆巻きありがとう、りりちゃん。納豆巻きいただきました。りーちゃんからありがとうございます。ありがとう、匿名さん、超いくらありがとう。14%来たよ。14%来たぞ。いっちゃいますか。今日はお寿司で。うん。いっちゃいますか。たまにはいいよね。 たまにはね、たまには行っちゃいましょう。ゾウだよ、ゾウ。ゾウいくらだよ。ゾウいくら。アザース。うん、まあこんな日もあるっていうね。うおーゾいくら、レンちゃん。りりちゃん、ゾウいくらありがとう。36%パー。ありがとうございます波10巻握りました。ありがとう。大丈夫だよ、板たば大丈夫だよ。さっきたくさんくれたから板ババ、板たばありがとうね。 波の納豆巻き十貫握りありがとうございます。匿名さん五十八パー。ジョーイクラジョーが出るよジョーが出るよ。リリちゃんジョーイクラありがとう。うわすげえこれ。七十八パーセント匿名さんジョーイクラ十貫ありがとうございます。すごいね。ニメさんいらっしゃい。ニメさん楽しんでってね。来たよ。七十九十八パー波赤身十貫握りありがとうございます。 あ来るかた来た来た来た回転寿司回転寿司タイムスタートありがとうありがとう100%来た今今だよ投げるの今だよみんなお寿司投げてねありがとうチカゴありがとうナミプリンありがとうわたあめありがとうサバありがとうチカゴンプリンありがとうチカゴンプリン連ちゃんわたあめエビ握りありがとうわためイクラ握りありがとうわためサバありがとうわためサバありがとう今だよ なみさもありがとうりりちゃんわたあめ納豆巻きありがとういたばば無理だって言ったのに無理しないでねまだイありがとういたばば気持ちが嬉しいありがとうわきたわたあめ特上のオトロありがとうちかごん卵ありがとうわたあめまた特上のオトロありがとう 特上トラありがとうリリちゃんエビありがとうチカゴンナミありがとうすごいすごいありがとうナミありがとうチカゴンカッパマキありがとう特名さんエビ30巻30巻ありがとうございますカニの特握りありがとうチカゴンすごいすごいすごいありがとうございます皆さんボーナス以上いくらありがとうプリン90巻プリン90巻ありがとうございます皆さんありがとうございますみんなありがとうありがとうね もう今日お腹いっぱいだよ。みんなありがとう。みんなありがとうね。みんなありがとう。みんなありがとう。うん。ありがとうございます。なんか嬉しいよ。お腹いっぱいだよ、本当に。無理しないで。うん。今日は、今日はもういい。<laughs> ありがとう。すごい、嬉しいよ。ありがとう、みんな。うん。ありがとう。うわ、540巻だって。これ、キャプロ。これ、キャプロ。 これちょっと記念にキャプるわキャプルこれ後でこれ後でツイートするわすごいプリンうん540巻だってありがとねみんな、うん、ありがとうございますありがとうつか暇じゃなかった え <laughs> やることあったの <laughs> おおごめんな,なんかなんか付き合わせてごめんな、うん、匿名匿名さんごめんな,なんかうんいっといでありがとうありがとうねすごい嬉しいよありがとう盛り上げてくれてありがとうね大将最後に花火行きだね行きだね行きだね かっこいいねえコマネさん。美味しいとこ持ってくね <laughs> これ見た粋だねここで花火投げる。かっこいいね狙ってたでしょコマネジさん。粋だねいいね湿締めってか。かっこいいな。ありがとう。いやーありがたいですよ本当に、うん。みんなありがとう。 みんなありがとう。うわ、ん、うわだろうってその下品な言い方やめなさいよありがとう板ババー無理しないでよ無理しないで板ババーありがとう板ババーありがとね、うん、板ババーね最初はねなんかすれ違ったけど俺板ババーのことさ昔から見てて大好きだったのよそうそうで、ね、色々あったけどすごい良くしてくれて、うん 板場、ね、バ,バーも配信復活してくれて俺嬉しいんで今度また見に行くね、うん、ありがとね板場バ,バー同じ配信者だからあんまり無理しないで板場バ,バー板場バ,バーはさ昔からふわっと初期組で配信やっててねあのすっごいリスナーさんに対して優しくてあの iPad プレゼントとかさその元祖だよね多分板場バ,バーがなんかさあの 私はお金儲けのためじゃないからあのリスナーさんに還元するねっていう考え方多分生み出したの板場バアだよね多分俺ね多分一番最初にやり始めたの板場バアだと思うのいやいたアイテム頂い,いてありがたいんでなんか iPad プレゼントしますとかねなんかねいっぱいプレゼントしてたずっと多分板場バアが始めたんだよねあの文化ってそうリスナーさんになんかプレゼントっていう枠 うん、いやこまねさんありがとうありがとう板ババばもありがとうねいババばあねリスナーさんをもうすごい大事にしてるからみんないたバばあも俺も今度遊びに行くからみんなで一緒に見に行こうぜ、うんうん、いや駒根治さん粋だったねかっこよかったね、うん、どれ監修とかやめなさいよ、うん、いいよ別にもう俺どれさんに対して何もないよ どれさんに対して何もない、うん。どれぶち切れ中なの。なんで。だ俺、なん、何、何にもしてないよ、どれさんに。になんで切れてんの。どれぶち切れ中なの。うん、じゃあ、皆さん、ありがとうございました。僕はそろそろ寝ますね。ぜひ、皆さん、えっ、ー、と、今日の話は。えー、漫画の。彼氏、彼女の事情を。 えー、おすすめしたのと、まあ、あの卓球のピンポンのアニメ版ね是非チェックしてみてくださいそれじゃあ皆さんおやすみなさい僕は寝ますみんなありがとねまた明日見に来てくださいおやすみなさいみんなおやすみたくさん本当にありがとうありがとうねおやすみおやすみいたばばありがとうね本当にありがとう普通に遊びに来てねアイテム投げなくても普通に遊びに来てねコメントも書いてねいたばば うん、渡辺もありがとねありがとねちかごんもありがとねうんリリもいつもありがとねリリ大好きだよ、うん、特命さんもありがとねみんなおやすみあああたダメ人間お前いい加減にしろよお前ちょっと黙ってたけどよお前はちょっと反省しろよ、うん、DM を送っかんなダメ人間 <laughs> おやすみダメ人間じゃあねちかごんありがとねおやすみ